全日本剣道選手権大会は、剣道の日本選手権大会。主催は全日本剣道連盟。トーナメント方式で、男子剣道日本一の選手を決める大会である。優勝者には、天皇杯が授与され、最も栄誉ある、剣道大会として位置づけられている。大会は、厳粛に進行され、選手は強さのみならず、武道の精神に則っ,った、礼儀作法も求められる。 全日本剣道連盟参加の各都道府県剣道連盟が予選を実施する。予選の優勝者が本戦に出場できる。ただし、北海道、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、兵庫県は準優勝者も、千葉県、大阪府、埼玉県、福岡県は準優勝者と、第三位者も、東京都は準優勝者と、 第3位者と第4位者も出場できる。第32回から出場資格が6段以上に制限され、第38回から5段以上に緩和され、第43回に、第2制限が撤廃され20歳以上に改められた。第30回から毎年11月3日、第1回倉前国技館、第2回、両国メモリアルホール、第3回、両国国際スタジアム、 第4回から第11回まで東京体育館にて開催された。第12回以降は現行の日本武道館。ただし、第67回は日本武道館が2020年東京オリンピックを見据えた施設改修工事期間中で使用できないことから大阪市中央体育館に場所を移して開催される。また、第十八回は女子との同時開催で長野市。 マジマ総合スポーツアリーナで開催予定。第36回から檜舞台を廃止、床面で実施。1958年、区内庁から全日本剣道連盟に天皇杯が歌手され、男子優勝者に授与している。杯は純銀製で直径255ミリ、高さ175ミリ、重量2362グラム。優勝者には、 天皇杯の他に、読売新聞社から優勝期、日本武道館から、日本武道館賞、全米剣道連盟から、優勝杯と副賞として、JAL アメリカ往復航空券が贈られる。大会の模様は、NHKBS1 及び NHK、総合テレビジョンで生放送される。視聴率は2011年約4%、2012年約2%であった。 近年は YouTube でのライブ配信なども行われている。2012年は読売新聞社が講演し、大会翌日読売新聞、毎日新聞、産経新聞、朝日新聞、東京新聞、日経新聞、放置新聞、日刊スポーツが報道した。優勝回数連続優勝記録職業別優勝、記録警察官が最も多く、教員が継ぐ。 大会初期に出場した選手の職業は様々であったが昭和40年前後から警察勢が台頭し昭和50年代にかけて教員勢と優勝を争うようになった。平成時代の優勝者は平成26年を除きすべて警察官。これらの警察官は十課特別訓練員という選抜された剣道要員でほとんどが機動隊に所属している。 都道府県別優勝回数2006年から2011年まで、熊本県出身者で6連覇を記録している、寺本正史、正代県事、高鍋新。最年少優勝最高齢、優勝入賞回数兄弟出場兄弟対決。この制限により、宮崎正宏は6段を取得するまで、出場できなかった。剣道全日本選手権史上初の3連覇狙う。 西村に注目、聖地武道館を離れ初の大阪開催、毎日新聞デジタル、毎日新聞社、2ノーベンバー2019、P1、2019年11月3日閲覧、AB 大会報道テレビ、新聞編第60回全日本剣道選手権、大会全日本剣道連盟、ありがとうございます。